死んだんかな。まさか。これはまずい。お前らそこにいたのかよ。お、来た。お、来た。フィーソーバスのコープスのタイムが大幅に遅い。え、何？つか2分もかかるっけ一人で。防衛システムのターゲットはスネーク。何としてもそいつを止めるんだ。ああもうそうだ。クソ武器を開発してる暇がない。あ、いやいいよいいよ、まだ来てないし。あ、そっか。ああ、いや別にいいよ。つかチャフグレンデドってもはやあれだし、コープス関係で、あのチャフグレンデドが効く兵器戦ってさ、簡単に勝てるんだよね。なぜかっていうと、まあ、2人いれば勝つんだけど、あ、そうだ、ただ1人無限バンナーが必要なんだ。そう、無限バンナーつけてありったけチャフグレンデド投げてるんです。そうすれば1回も兵器が動かないから、多分試したことがないから知らないけど。うわー、っていうハメができる。連続でやってみたら。じゃあ俺連続でやったことあるんだよ。ただすぐやめるから、あの 2,3 回はやるんだけど、あれすぐ止めちゃう。やべえ、まあ、そのうち耐性がついちゃうのかなとか思ったら効かないんだけど、耐性とかつかなかったら永遠に止められる。衛兵排除パネース。何が？え、すんごい楽しい。楽しい衛兵排除。そう、それならよかった。準備したぜ。はいはい、ごめん、ちょっと待って、今衛兵排除から帰ってきたから。まあのんびりいろいろ聞くことあるから、どうなるかわかんないけど。バシリスコがどんな攻撃をしてくるか私にまたか。今回は本格的や。大きいというのはいいことばかりじゃないはず。おそらくはアクションも大きい。大抵の攻撃ちっちゃかったりして、アクション予備動作があるはずよ。それはあり得るな。最初は相手の出方を見て攻撃の予備動作を覚えるのがいいかもしれない。ひでえな。そうすればあったよ。あったね。そろそろ食べこれもバトルでしょ。もちろん。食べられる。最終的に食べられるんだな。全部食べられる。もはや食べられるよ、2時間。なんかなんだっけね、タイトル悲しいピクミンだと思った。全て食べられてる。まあ元々ピクミンなんてそんなもんなんだよ。引っこ抜かれて食べられる。ひでティッシュ取って、ティッシュ。でもピクオリでさ、ありがとう。あれだよな。アウチ、ケンジ。おお、ナイス。今 MSF さんがね、あのお寿司の入ったこのなんていうの、プラスチック製の入れ物を足で止めた。そしてこれである。そしてこのケースだ。もう何この雑音続き。あ、こうボトーンと押した後に鼻ズルズル。鼻ズルズルの方がね、ダメだ。本当フリーな人だよな俺ら。てか鼻ズルズルによってさ、鼻がただれてるのを想像した俺は。なんだ、ひどいな。やめてくれよ。よし、俺も行くぞ。おう、よっしゃ、行くべ行くべ。あれだな、ピース崩壊になって協力できるようになったのはすっごい大きいと思う、俺的にも。つうか、ん、メタギアで協力できたらなって何回も思ったから、特にオプスプラス。さあ、ただなんか今回のも批判が多いは多いね、なんか友達から、あれあのオプスプラスに比べって話なんだけど、うん、走る際にさ、画面が結構揺れるじゃん。そうするとなんか見づらいなみたいなことをちょっと言ったりとか。俺キーハーめっちゃやってるから。バットマンもめっちゃやってるから。揺れるか。こんなん全然序の口だろ、こんなん。まあ俺もそうは思うんだよ。全然構わないけど。この程度の揺れで値を上げるとは。値を上げるというより なんとかやりづらいっていうか。まあ、あとは、ん？何が？各種アクションがなんか対応鈍いような気がするんだよな、うん、いや、あのさ、ちょっとさ、うん、今間があったのはさ、これしてるから結婚できるんだって聞こえたんだ。ひでぇ。やめてくれよ、時間を。あ、時間に余裕があるから実況できるって。ひでぇ時間に余裕があるから結婚できる。最低の考えじゃないかよ。今のオフしなくてよくない？そのまま流しちゃうよ。まあ、笑いの方だ。じゃあ明日2時半集合ということで。オッケー。だって1時半に帰れるし。いや。あ、でも俺明日日直だ。頑張れ。あ、頑張る。おう、ま。俺たちはまだやれる。よし、ブーン並みに早く行け。あ、しかも明日4時間。学級に失格も、書くことも。多くない。
3だと当たらないだと。俺に向けて言うのよ。えい。ピースウォーカーの DA ポットが最初後ろにあるっていうところがね。うるさい。パオーン。パオーン。ゾノあれだね、わからない。なんかこの。あれ？あれ？え、瞬殺？まあ、ピースウォーカーなんでこんなもんだよ、ね。俺なんもしてね、ほぼ。ちょっとアサルトでバー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 ってパワー吸ってただけなんですけど。あ、早いぞピースウォーカー、どうしたお前。どんまいな。なんかあのストレンジラバー博士とヒューイの傑作が。え、ピースウォーカーってそんなにもろかったっけ。もろいもろいもろい。え、これってさ、あの LME のさ最初の戦車以来だよね。確かにね、ピースウォーカーもろかった。もろいよ。なんでこんなにもろいって。今までエクストラプスとかこうやってやっててね、進んでいくとね、こうストーリーで自分の強さが実感できるようになってるんだよ。どうしてこんなにもろいのか。の 初期ミサイルと RPG と追尾にしてドンドンドンってだからすぐ終わった。ゾウの真似かな、わからねえ。わからんね、確かに。ただこのピースウォーカーってね、なんか投げ飛ばせる方法があるんだよらしい。あ、まあ、これゲットもやったことないんだけど、あれこれってまた戦うんだっけ。え、いや、あ、そうだ、これムービーあんだっけ。なあれ、馬でめちゃくちゃピースウォーカーを追っかける。あ、これ、これ好き。マジで三角連打すんのに結局として。え、いや、余計、あれ、離してさ、当たらないようにすればいいじゃん。まあまあね、そうなんだよ。休憩があるじゃん。ああ、あるね。それが、あれではない。ないね、尋問じゃね。来るじゃん、ミサイル。俺、その時、ハマー出してよ、これが。ピューあの MSF のやっぱ、ヘリいいな。つか、あれ、MSF のヘリだった。違うよね。何？あ、MSM。 あ、そうっぽい。うん、だって今ね、撃ってたよね。え、カズじゃない。カズか。カズか、他の人か知らないけどさ、あの、他の兵士か。そう、でもカズだといいな、なんか、なんとなく間を取ってアマンダで。誰がヘリの操縦技術持ってるんだろう、これ。いつもさ、ヘリとかで連れてってくれるけどさ、俺どうする、セシールだったら。おぉまさか、まさか、実はパスやっちゃってるじゃん、すでにもう。ちょっと、あれやってるみたいな。またやっちゃってるみたいな。なんだよ、次はあれですか。ねえ、なんかこれさ、アバババババみたいなポーズじゃない。すが、ついに4足歩行になってしまった。犬だな。ワンワン。さっきまで2足歩行だったのにね。最初の二足歩行の方が俺的にはかっこいい。二足歩行って曲あるよ、二部の曲。え、で、ようやくピースウォーカーで出る。え、はい、え、スルーされたぜ。説明文が多分変わったんだけど、あれわかんないけど。今なんて言った、こっちだって誰がいた。え、こっちだって誰がいた今さっき。コールドマン。え、マジで。あ、じゃあコールドマンか、あのヘリ。嘘。わざと攻撃させて自己防衛システムを誘発させて追っかけさせようって考えだ。え、でもあれでしょ、あの自己防衛システムのやつは閉まったじゃん。閉まった。うん、ミサイルとかのやつ全部、シャーッと閉めてあれだったよ。いや、今馬の声出したな。つか、ゲーム画面で馬乗れたらいいなってちょっと。馬ただ、まあ潜入でそのだったら意味ないっつうか、できるわけない。バレバレでしょ。誰だ、バカバカうぅーてん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 。それか、馬となれ、あの付き合いが悪すぎて蹴飛ばされないとかあったら。いやだ、グオッ。まあ馬に蹴られたらほぼ死ぬな。ただ馬に踏まれてるんですね、この手だけど。手バキってすっごい蹴り込まれたんだよ馬に。あれザボスゾーンしてた。てかさ、お茶さん、二足歩行って聞いたことある？見てますよ。さあ行け、まだ近い。二足がなんか息なんで。ヘリコプターなんかこいつらだったんだよ、やっぱり。やっぱ敵だったんだ。H25 万円だ。こいつならまだ30は出る。すげえな、この馬。フレンドリーって聞こえたの、俺だけ。大事なクライアントだ。大事なクライアントだって今この場で殺しちゃったらどうなったんだろう。ある意味平和だね、それって。夜が明けるとか知らねえよ。つまり人にバレやすくなる。それと2の階段まで間に合わせなきゃいけないわけだから。うわー、忘れてた。こらー、わーい。後ろで待ってた。そっちは。え、突き進んでた。俺。あ、マジで。俺突き進んでるよ。さあ、これさ、どういう現状なのか分かんないんだよね。おう、あぶね。あぶね。あた、あぶ。待てやこら。
あれこれ結局当たりそうなっても当たなくね、結局は。結構当たんないけど、あの当たりそうになるとなんかスネークがグフみたいな感じでね、爆風をね、なんかあれするんだよ。あ、これ今の三角するんですよ。あぶねえ、アホあぶないスネークがなんか痛す追跡を見せるな。あお次からね、結構減速させないといけない。危ない。危ね。調整むずいんだよこれ。ああマジやこれ。あれ前にいた方が良かったかな。あぶね、あぶねあぶね、今一気に連打したそうだ、基本順位だっけ、そっち。え、いや、前だよ。あ、マジで。あぶおあいや、これ楽しい結構辛いんだけど、これ。え、これはそんな辛くない。やべー、逃げろ。おーあぶねギリギリもうよ、みんな。あ、もう遅いわ。いや、遅いとかのか。どっちだ、どっちだ。待って画面から消えやがった。あーやった。俺画面から消えてるから早い。だって適当に連打してるだけだもん。だって、あ、ティッシュ頼んで。馬に崖登りなんて無理だろ。それを無理してやらしてさ、死にかけさせてさ無責任にも程があるだろ。最後止めさすから、ある意味だと思ったんだけど、もうなんか126も上がった。どうなったっけ。この、あの、au ドって1回で最大で上がるのは400なんだよ。へぇ限度のね。6分35秒って、あ、そうか、ムービー見たからか、うん。スネーク、カズ、ピースウォーカーが、パスも一緒だった。あ、だが。カズ、どうしてパスが、コールドマンはなぜパスを。パスは、教授、つまり KGB のところにいたんだ。コールドマンはそれを嗅ぎつけた。パスとガルベス教授の関係を奴は知ってしまった。やつはピースウォーカー計画を妨害する KGB の動きをパスから聞き出すつもりなんだ。そんな、パスは何も知らないはずだ。だがやつは疑うだろう。もしかしてガルベスがもう殺された。コールドマンはパスを俺たちに見せつけることで手を引けと言っている。クライアントはいなくなると。無価値だった。パスとの連絡が途絶える前に気づいてやるべきだった。カズ、悔やんでる時じゃない。スネーク、パスが危ない。ビジネスは関係ない。先を急ごう。奴らの行き先が分かったんだ。本当か。ああ、アマンダが調べてくれた。スネーク、あんたがバシリスクを追い込んだのはサンファン川。その対岸は私たちの鎖国よ。その先の足取りをニカラグアの同志に追ってもらった。フォコロ戦の長期人民戦争派だからあまり付き合いがないんだけど。奴はどこへ。バシリスクは西へ。国境沿いにラゴコシボルカまで。その湖畔の南東に米軍の補給基地がある。2年前の地震で被害を受けてからアメリカがその一帯を占有してるんだ。バシリスクはそこよ、間違いない。分かった。だがどうやって国境を越える。国境沿いに使ってるルートがあるの。船長を紹介する。小さいボートだけど。悪いな。二度と祖国をウォーカーの好きにはさせない。
スネーク、コールドマンはその基地で核を撃つ。目標は MSF だ。ヒューイによれば発射準備にあと2日かかるらしい。しかし決行日の指定には他の理由があるようだ。どんな？明日からウラジオストクで米ソ首脳会談が行われる。その開催に何か関係があるようだ。確かソルト2の会談が行われる予定のはず。コールドマンはその交渉の席をぶち壊そうと、あるいはその交渉の切り札にする。パスのこともある。とにかくもうあまり時間がない。あ、なんとか食い止めてみせる。だってさ、あの某 M 氏にさ、わかる？あのピースウォーカー撃ったやつ。うん、 M 氏わかるね。あいつがね、うん、一番ね、俺がショック受けるところをね、ネタバレしやがってね。 M氏、 M ってあのプールをよくサボるやつ。今日に限って。ああ、ゲフンゲフンか。スネーク、国境を越えたピースウォーカーはナゴコシボルカ南東の米軍補給基地に入った。コールドマンのターゲットは俺たちのいる MSF のプラントだ。ピースウォーカーを破壊し核発射を阻止するんだ。もうね、自殺もんだよ、自殺もんだよ、あの野郎。俺が一番気になるところはよ、俺がメタギアを撃った時点で相当に腹が立つ。嫌だ。てかあいつってゲームやったらすぐ売るじゃん。うん、そうなんだ。金になるからね。確かに金になるの。なるよ、あの新作ゲームは。結構新作ゲームはすぐ買って売りつけると金が増えると。そういうこともあるね。ネットでちょっと割引されてるやつを買って。あ、なんかひどいなそれ。てかさ、メタギアとかちゃんと見せなかった。まずさ、それさ買ったのにさ、そのクリアしたらすぐ売るってさ、あのもはやゲームに対して失礼だよね。作った人に対して失礼すぎるよね。そう、俺もそう思う。あのやってる、俺ゲーム売ったことが1回目。あれやってる。あ、え、うん、募集してるよ。そう、あ、俺入っちゃった。いや、じゃあ俺抜けるよ。だって君やってるじゃないか。いや、だから抜けるよって言ったじゃん。シャップグレネード4949 4949。しくしくね。いや、苦しい、死にたい、苦しい、死にたい、苦しい。やめろ。お前今のピー入ってもいいからな。で、入った。それまで暇だからプッチンして。プッチン、電源をプッチン。スリープね。今回の方針は、潜入方針はさっさと終わる。マジで。うん、ここ結構ね、俺苦手なんだよマジで。あ、俺が一回あの大きな溝にローリングで普通に行ってピューって あ、出た出た。おむすびコロリンの容量でヒューって落ちてったところだ。やべ。うちの兄もね、あの完成投影を久しぶりにやろうっつって、あの、うちの兄さ、家じゃあのメタゲッキングしてるから。俺がスマグラの時以来にバカを連呼した場所な。あれ、それだからあんまやんなかったんだけど、うん、人殺しをしたいって言ってたから、まあそれは前提でやろうっつったらさ、あの全然もう面とか全然覚えなくて。メタギア仲間の話だよな、それ。そう、スタートからテイッツあのローリングしたのね、うん、そしたら、まあおむすびコロリの料理を、ね、何やってんだか。綺麗な馬だったのに。綺麗でしょ、命の終わりは切ないほどに。待っていたわ、スネーク。ずっとボス。もう私から与えるものは何もない。あとは私の命をお前が奪え、自分の手で。どちらかが死に、どちらかが生きる。勝ち負けではない。生き残った者が後を継ぐ。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。殺して私を。ボスは二人もいらない。蛇は一人でいい。
ザ・ボスの亡命はアメリカ政府が仕組んだ偽装亡命だったの。ただ思いもしない事態が起こった。ボルギン大佐がソコロフ設計局に向けてアメリカの核弾頭を撃ち込んだ。作戦のシナリオは大きく過失修正させられた。アメリカ政府の潔白を証明するためにザ・ボスは抹殺されなければいけない。生還は許されなかった。自決も許されない。あなたに愛した弟子によって命を絶たれる。それが政府の望んだ。遂行されなくてはならない。彼女に与えられた責務だった。彼女は汚名を着せられたまま葬られる。後の世紀まで彼女は語り継がれる。アメリカでは恥知らずの売国奴として、ソ連では核兵器を撃ち込んだ狂人として、表の世界史に犯罪者として永久に記録される。それがザ・ボスの最後のミッション。スネーク、これは歴史には記録されない、誰にも伝えられることのない、あなたの心だけに残す彼女のデブリーフィング。全ては国のため、祖国のため、名誉も命も捧げた彼女こそが英雄よ。彼女こそが真の愛国者。様子がおかしい。ゲートは手薄だが。どうする？協力者がいる。これいいね。さあ、必殺の段ボール。最高、ほんと。でも下から抜けないのかな？ガッサン。さあ、下の段ボールが壊れそうな気がする。確かに。そしたらさ、そのエレベーターみたいにさ、下の段ボールにスポン。このままシュッと降りる。キュッてストンッつって。シュールやわ。そして体育座りで負のオーラが溢れ出るよな。そして何でも体育座りしてる。だからスネークの真似してんの。気分で。いや、マイナスプンプンや。うちのところにさ、家一個だけさ、自分が入れる段ボールがあって気持ちいいんだわ。ただちょっとちっちゃくてね、歩くには至らない。特にスネークのポーズが入ってると何もできなくなる。いいよ。確かにね、このままこうやって打ったりさ、こう体育座りの技がいきなり歩き出すってのがすごい。つまりいきなり立ってるんで死ぬと思う。無理だよ。無理だ、アホか。人間じゃねえよ。だからメタギアじゃなくてスマブラのさ、フィギュア鑑賞で青は段ボールの青椅子が下がった。だ、段ボールのさ、そうフィギュアを見て、うん、中身確認するとスネークのポーズが違う。そうなの。何、体育座りじゃないの。そう、こういう状態になってる。こういう状態。マジで。そう、スネーク何しちゃってんの。そうなんです、スネークおかしいんだよ。ちょっと、それどういう、なんていうフィギュア。段ボール。段ボールだったような気がする。あ、手に入れてない。どうやったら手に入れられるんだ。わからん。無意識に。じゃあ、あれやってればいいね、シューティングのやつ。そう、あれ、コインシューターね。もったいねえよ。でも俺いつも9999はバカってさ。だからそう、早く消費してってぐらいにさ。逆に消費しない。そう、消費しないとってなる。いや、消費したくない。将棋？まあ将棋しててもしばらく将棋もしたくないな。あれ、今まで俺らがさ、家に集まってスマブラやってたように、うん、あれ、朝早く終わっていいんだっけ。うん、バレたらごめん。ここ自信がないんだ、ここに。ちょっと打ってみていい？まあ、いいっちゃいいよ。あ、やめとこ。そこら辺にいるやつのケツめがけて入れたことあるよ。あ、つか、いいのついてこなくて捕虜無視されてる。これちょっと今ついてきてる。タイム短縮のため。ああ、あれ、捕虜が、涙目だろ。降りればいいよね。超捕虜かわいそう。そう、降りればいい。どうする、それで捕虜がさ、ここに敵がいるぞとか言ったら。ひでえ、捕虜のくせに生意気な。
見捨てるからいけないんだとか言ったりしてね。銃見ても胸にかかんだろ、かわいそうに。あ、おお、助けた。これはな、ナイス。エリューが上がるからやっとくべきなのかもしんないけどね。なんでローリングしたの、めちゃくちゃカモフラリザーってことダメ、もう一回もう一回みたいな感じだって。ここ、あ、そうだ、ここスピード重視だったらやらなくていいんだったから、こんな遊び。そう、PV じゃないけど、なんかね、店の当店でやってたね、店頭かでやってた、なんかね、あれムービーにこんなのがあった。落とすってやつ、これでさらにもう一回も音で引きつけるって、倒すっていう。あ、違う、もう一つ上がってステルスマットだった。まあそれがね、初めて見た時印象的でね、なんか癖でよくやるよ。今の殺したの？殺してないね、気絶になってる。残念。そしてちゃんとてか今の、あ、待って、ペプシネックス。ペプシネックス、よし、戦闘を見ます。戦闘通過。てかさ、あの俺がフルトンバズーカ食らった時の確かめに見たけどさ、ああ、まるっきり狙ってるな。ああ、完璧でしょ。完璧に狙ってるよな、あれ。まあよかった、正直あのぶっ飛ぶと思って今まで仲間と協力した経験があんまりなかったからさ、仲間言ってもよろける程度かなと思ったらぶっ飛んだっていう。しかも俺の画面ではそっち見えてないからさ、まるっきり不意打ちだったんだけど。グバーって急に飛んで、地獄のステージが一つあるな、本当に。何？あのおむすびコロリーの要領で落ちる。あそこさ、潜入自体も結構難しいんだよ。あのね、そのね、おむすびコロリーのゾーンを抜けた後、抜けた後のところでね、必ず一回ね、目をつけられなきゃいけないところが大変。へぇ、まあ、俺のあの時のさ、それまでかもしれないんだけどさ、俺のあの時のさ、冷たい笑顔と白い目たらなかったよな。っていう白い目って、冷たい笑顔の後の白い目。もうね、もうね、マジ、しゃがんでたら成功率が低いな。マジね、何やってんのってなった。やばい。ローリングなんでカッコつけないで素直に降りればいいものをって俺思ったんだけど。ね。あれ何がし、ここ、ん？え？気にしなかったか。まだいるでしょ、まだ注目してるでしょ。大丈夫だったりする？なんか注目の視線がこちらに注がれてる気が。ごめん、バレるかもしれない。俺もかなり強行突破するから、カモフラリすぎ。やべえ、今本名言いそうだった。気にしちゃう、言わなくてもできそう。お茶さん、あの時本当あれ何したかったん？何が？ローリングで綺麗に落ちてったのは。一回ミスるとね、あそこ一回キットアッパーに目つけられちゃうからね。本当はあんなになりたくなかったんだけど。え、どこ？あれ。大丈夫？あいつ目つけられてるよ。質問に答えようぜ。え、待って、どこ？登るのこれ？ああ、どこか知らないけど。マジかよ。え、お前と同じ経路を辿ってきた。ああ、じゃあそうして。どこだよ。たどれないですね。暇だな。そしてさ、どこ、ほんと困るんだけど、あなたみたいな人は。ごめんね、こうやろう。あ、それか、クラッチ後ろ。なんで俺クレネード応戦したのか全然わかんない。もはや俺、買い替えても1個持ってないからさ、潜入の命だから。結構ね、戦うとリスキーなんだよね。てか、本来今の画面所持者であるさ、MSF さんにさ、向いてないってどういうこと、マイクが。俺に向いてたんだよ。まあ、音声は入ってるでしょう。こんな、あ、そういうことだ、こうやって撮ってるのか。今、参加しなくてめちゃくちゃ暇でさ、なんかブツクサ言ってる俺の方に向いてても意味ねえよ。つか、何殺してんの？え、俺殺してないよ、それ。俺全部 CQ してる。何？いや、私 CQ してる。何？これ何だったか、あれ。何？死にかけてでも眠らせれば平気なの？そうだよ。あー、
ほど。で、それで起こしてまた瀕死にさしてっていう無限ループも可能なわけか。わかんないけど、できるかもね。たださ、その頃に死んじゃうかもしれない。あの、すぐに体力が低くなってるからっていう、うん、あんまり俺殺すことがないから、その辺の知識はあんまり。つまらん、そこら無限ループだと。なんてね。キットパー壊すの？うざいから壊すって方じゃないの？どこどこどこ、そしてここだ。もうこっちの画面明るく。え、逆だった。まあ絶対ね、そう、上登るのって言ったけど逆だろうなとちょっと思ってたんだよね。てか見えてた。今いる この場に。え？もういないでしょ。いや、二人協力じゃないと進めないからいけないよ。違う違う、敵兵。ああ、いないと思う。ごめん、本当に足引っ張ってる。てか今 MSF さんの画面から見えてたよね、お茶さんが。うん、逆の方向行ってた。まずこいつが起きる。おやすみ。あ、俺もこいつが起きそうだ。まあ逃げてしまえばそれまでなんだけどさ。また捕まえてもいい。え、2個よ。いしょ、よかった。そこはあえて。で、どこ？いろいろ持ってるんだな。よし、行こう。もうすでに合流してる。そこはあえて、出てるって、あそこか。何スタンロットをぶち込めばいいんだ。そこかよ。ね。あーにぶち込めばさ、結構さ、いいと思う。星どんだけできるか、ね。てか、なんでそっちから。気絶どころの問題じゃないかな。死ぬかな。あてかさ、うん、あれなんでさ、ほんと質問に答えてほしいんだけど、なんでローリングしたんだっけ。え、かっこよく潜入しようと思った。かっこよく潜入したかったが、落ちた。ゆう、あー一番ダサいわ。でんでん。まあ、独房であんなに早いミスをしたの、しかもちょっとかっこ悪いなと思って、ちょっと反省してるんだけどね。しかも俺さ、あ、ちょうどここだ。そうだよ。俺なんも、その人間の場所だよ、多分。俺なんもやってなくてさ、ここで隠れて。ただ単に勝手にお茶さんが死んだだけなのにさ、ミラに怒られたんだよ。カズに。そうそう、仲間が落ちたって終了したんだよ。パートナー死んだぞ、何をやっていたんだ、知らねえよって。おう、どうですか。なんて言った。ヘルメットも貫通力の高い武器なら、デンデンデン、ペプシネックス。石膏弾ならヘルメットを打ち抜けるってことが言いたかった。このやつらはペプシネックス持ちすぎだろ。やっぱ好きだったんだよ、世界外するベストセラーみたいな。なるほど。ここ結構タイミング重要だから一気に走るね。これさ、はしごの真下にいたらさ、プチッとか行くかね。仲間が降りてきてバキって感じ。よし、眠らせてみよう。ある、そういうこと。え、はしごの真下にいてさ、飛び降りてきた仲間にバキってやられる。あ、あるよ、グッバーってダウンする、確か。マジで。サイレンと同じだ。サイレンもひどいよ。しかもよりによって背中の真ん中蹴られるから。大丈夫かだったかな。そう、さっきのなるだろうなと思っていたんだけど、あいつもおそ松さんに言ったかな。なんかさ、キートナッパーだっけ。ああ、この音が聞こえるけど、いるの。終わった。ごめん、ミスった。よし、だ。ああ、声優若干上手くてもやっぱあれの敵兵ってうざいな。あ、そりゃそうだ。もともと敵兵ってそういうもんじゃ。特に打たれると打ち返すよでやっちゃうんだよね。なんか視線が熱い。そういうのさ、まずいな。ダメだった。終わり。ちょっと判断が取れたかも。かっけー。あれでいいのかわかんないけど。どっかのアクションゲームっていう格闘ゲームみたいなやつだよね。危ない。やらせるか。俺だよ、狙われてる。マジで。せっかくこんだけ見つかって、あそこも開かねえし。あー、もう捕まってる。無理、助けらんねえ。俺、殺傷武器ないんだ。マジで。俺、殺傷武器あるけど。あー、見てた。っていうか、借りればいいのか。もっとバレてんの、しかも、2人で協力してやるのって。あー、そうだ、借りれねえんだった。逃げ。あー。やっぱりか。登るのラクダとか言ったり。上がってる上がってる。やっぱ落ちるとダメージからね。あの高いところ落とされると。あっ、ちょ、いった。
暑かった。爆撃。暑かったでしょ。そりゃ降りたかったよ。まあ、そこはエルメ。ほら。ほら。野村って聞こえた。野村。野村証券みたいな。まあ確かに聞こえたけど。一般兵しかも、そして私が止めてやる。不覚だったな、そうだよ。自分が来るわけないんだよ。さっきから、カズだ。カズ結構うわー、暇だ。全く関係ないことをつぶやいった。何今ローリング仕返したの。ああ何やってんだよ。行けー。ありがたいね。次よ。もう5時19分だよ。あー、ダリトス。ダリトス。ダリトスって聞こえたの。全員搬送。で見えるんですか。いや、うん、何が悪いかわかんない。またやりたかった。うん、やりたかった。ひどいスネーク。そして今何分。試験時間ね。19分って言ったよさっき。20分。そう、ちょうどその差して1分みたいな。これ一本早いよ。俺何分間暇だったんだろうか。パス。スネーク。聞こえるのか。え、聞こえるわ。どこにいる。わからない。よくわからないの。コールドマンは、ヤサどこにいる。さっき最終データ入力を始めるって管制塔に。どうしたの。見つかった。スネーク。カズ。スネーク、無事か。 MSF 一斉出動の準備が整った。至急そちらへ向かっている。本当か。基地にはバックアップチームだけを残した。 MSF 全体ニカラグア基地に向かっている。スネーク、先の管制塔まで行けるか。なぜかソ連兵が占拠している。おそらくスペツナーズだ。強行突破になる。何が起きている。分からん。すぐ駆けつける。もう少しだスネーク。もし答えてくれ。スネーク。パス。待ってくれ。私は大丈夫だから。私は平和の使者よ。あなたを見守ってる。行くぞ。暇すぎてぶっ倒れてるからって俺を忘れるな。心臓マッサージして蘇生されればよかった。いや生きてんのにそれやったら余計苦しいだけ。死んじゃうね。タイミング間違えると殺しちゃうからね。マジか。うん、らしいよ。うーん、あくまで噂だけどっていうか俺が聞いた限りだから。結構フルトン回収したけど。今らしいよってセリフで好きな、思い出した。てかいつも言ってるようなキャラだけどさ、あの鎌を持ってる。ひどいなこれ。13分もかってるゆえに荒の回数3回。あれ、まあ俺が大体ほとんどの原因だったりする。あ、次バトルドレスでもバレてるからね。あー、みんな伝えない。 あ、まだ募集してない。ああアフロ。そう、アフロなんで大したことなかった。さっきさ、おいって思ったのさ、志願兵なのにさ言ってることが眠いなーで。やる気あんの。もうすでに日常に慣れ親しんでる時になってる。そして捕虜のうちなんと2人が女性だった件について。ああそう、女性捕虜がいるんだよね。その時の数がいいぞー。そうよーしとかない。ただうわやべ、マザーベースに空きがないとされていくんない。